日本航空に来ています鳥取社長の就任を祝ってたくさんのコチョーランが送られてきています廊下の先の方までコチョーランでいっぱいですこんにちは,こんにちはよろしくお願いいたしますこちらにどうぞありがとうございますテレビ東京のあ亜佑中かと申します初めまして鳥取と申しますよろしくお願いいたします頂戴いたします 例えば4月1日に日本航空の社長に就任した、鳥取三越1985年入社以来、客室乗務員としてキャリアを積んできました2020年からは客室本部長、その後、JAL グループの最高顧客責任者、CCO を歴任。1月に社長就任が発表されました。 日本航空では女性としても客室乗務員出身としても初めての社長です世界の航空会社でもトップへの女性起用は珍しく今世界中から注目されている社長ですよろしくお願いします愛知いいと申します客室乗務員そしてまあ女性として 世界の航空会社でも初めての、まあ、そういった経歴の社長ということでこうたくさんのこう注目が集まっていますけれどもこういった状況について鳥取社長自身はどういういいに受け止めていらっしゃるんですか個人的にはあの、まあ、女性ですとか、まあ、客室乗務員とか、まあ、そういうことはあまり気にしておりませんで、まあ、私は一人格としてあの。 まあ社長というあの役職を拝命したというふうにあの思っておりますので、まあ、あの世の中の皆さんが思っているほど本人は <laughs> 感じていませんというのがまあ正直なところです。うん、だから正直ここんなに言われることに対して思ってなかったんですよ、はい、それが。ここまで、まあ、あの異例尽くしというふうにまあ言われててこの4つも取り上げられると思ってなかったのでそこはあのかなり驚きました。 っあのなかなか期間も長いなと注目が期待をってるんですけど、<laughs> うん、正直戸惑ってるっていう感じなんですね。すねまあまあでもその分あの注目が集まるということは結果も結果も見てるぞということだと思いますので、まあ、そこはあの逆にプレッシャーというか重責と言いますか、そこはあの必死と感じてる次第です。 で,すかではその、ね、プレッシャーとかっていう部分で、まあ、お伺いしていきたいんですけれども経営についてちょっといろいろとお伺いしていきたいと思いますけれどもあの就任日のコメントで、まあ、自分にしかできないことをやっていきたいというお話をされていたかと思うんですがこの鳥取社長が自分にしかできないことっていうのは具体的にはどういったことなんでしょうか。<laughs> そううですねあ,の、まあ、あんまりこう 抽象的な話をしてもあれなのかもしれないのでそうですねあのまあ客室乗務員という現場に長くいましたで昨年度はさらにあの、まあ、カスタマーエクスペリエンス本部というところにあります、まあ、基本的にはお客様との接点をあの大切にしてきた部署で、まあ、ずっと キャリアを重ねてきたとということになりますのであの、まあ、やはりお客様重視といいますか当たり前なんですがただ比較的こうあのプロダクトアウト的な部分があの強いところがあったと思いますので、うん、あのカスタマーインマーケットインみたいな考え方でもっともっとこうお客様の価値観にあのしっかり寄り添って で何をお客様が望んでいらっしゃるかっていう部分をもっともっとあの強く、えー、求めてといいますか私,私たちの方から、まあ、そういうところをあのもっともっと強く、えー、していきたいなと。 いいうふうふにままず思っています、うん、客室乗務員としてもそうですし、まあ、それからお客さんとそのカスタマーの部分で、まあ、ずっと向き合ってこられたっていう実際お客さんの声をまあたくさん伺っているかと思うんですけれども何かこう今お客さんがこう求めてることってその経験からどんなことだっていうふうに感じましたかまあそうでですねあの、まあ、お声は本当に千差万別で いろんんなお声があるんですけれども、まあ、やはり航空会社ですので基本的には安全で安心できるここの部分はあの大前提かなというふうにあの思いますので、まあ、お客様が本当にあの安心して日本航空を、まあ、日本航空だけではなくて JAL がご提供しているあのいろんなものにあの安心感ですとかそういったものを あの感じていただけるようにあのなることが重要かと思ってます。そこの部分のお客様の声は非常に多いのかなというふうに、うん、あの思います。やはりその分期待もされているからだと思いますので、まあ、お答えしなければいけないなということを、うん、もうずっと感じながらここまで参りました。うん、あの、まあ、正月に羽田の事故がありまして、まあ、それからあの、まあ、ボーイングでもその、はい ドアラッカー事故などがありましたよね。えー、その安全安心というところで言いますと。とまあ、ボーイングの株価なども下落していますが、そういった状況についてまあ、経営者としてはどうこうご覧になってましたか？まあそうですね。あの。まあ,あの弊社も当然ながら事故があのありましたので、お客様も丁度こう。不安になってらっしゃる時に。 まあちょうど並行してと言いますか、まあ、そういうあのボーイングの事例等も発生しました、まあ、ただあのちょっとボ,ボーイングとの関係で言いますと、まあ、ただあのこれまでも長いあの関係性を保って、まあ、信頼関係はありますしあの必ず一緒にこう課題解決はしてきた会社ですので、まあ、しっかり立ち直ってくれるとまずはあの。 思っていますしあのそういった姿を、まあ、しっかり見せてあのお客様に、えー、信頼して時間かかると思いますけれども、まあ、一つずつ丁寧にあの解決して、えー、信頼を取り戻すことがあの必要なんだろうと思います。確かに まあ、ボーイングっていう会社の、まあ、そういった事故があって、まあ、新たにエアバス機も導入をされたかと思うんですけれどもそれもこうその1社に限らずっていうところで選択肢を持たせるっていうのはこれも安全安全心につながるんでしょうかまあそうですねあの、まあ、た,たまたまっていうところはもちろんあ,のありますがやはり会社は一つの会社だとあの確かに何,何かあった時にね 結構リスクが高いのでま会社は分かれていた方がいいのだとはあの思います、うん、日本航空はエアバス社とボーイング社から低燃費が売りの新型機を合わせて42機新たに購入すると発表しましたそのうち30機を国際線に投入することで2030年度に国際線の規模を1.4倍に拡大する計画です まあコロナ禍からのね反動もありまして急激にこう需要が回復しているかと思います。で、あの2023年度までに42機を導入されるという発表もありました。はい、これはあの国際線をこれから拡大されていくっていうふうに捉える捉えていいんでしょうか。そうですね。はい、国際線を、えー、拡大していきます。